ケア教のレッツ解除。本日はおむつ交換の基本について学んでいきたいと思います。今回はですね、寝たきりの方なので、うん、こうテープ式のおむつを使っていて、その方のおむつ交換っていうのをやっていきます、はい、まずは排泄解除なので、うん、こちらゴム手袋ですね、はい、あとこちらのおむつのゴミが出るので、それをすんなり入れられるように袋もゴミ袋も準備してください、はい、でお尻拭きのシートです、うん、はい、はい、お尻拭き、はいはい、あとは取り替える用のこちらテープ式のおむつと新しいパッドですね、こちらになります、はいはい、そしたら、まずはこのゴミ袋ですね、広げていただいて、まあ、自分の手元に届きやすいところですね、ご利用者様の足の方とかに置いていただきます。とこちらお尻拭きの方も何枚かすでに出して準備しておくとやりやすいです。とこの新しいおむつの方も準備します。テープ式ここくっついてるので、しっかりと剥がしておいてください。でこちらのパッドもおむつの方につけておきます。はい、これで準備が完了です。はい、そしたら、ベッドの高さを上げていただいて、まずご自身の腰に負担のないようにセッティングをしてください、うん、変えていきます。はい、はい、ズボンは普通にこう体を左右に動かしていただきながら、膝下ぐらいまでしっかり下げます。ちょっと今回おむつが大きめなので、すごくあれなんですが、本来はご利用者様のサイズに合ったものを使ってください、うん、これだとちょっとスカスカすぎるっていう感じですかね。そうですね、とても大きいですね、はい、はい、じゃサイズのところだけは注意していただくと。はい、そうですね、はい、でまず、広げていただいて、この汚れてる部分、いろんなところついてしまうとあまり良くないので、しっかりと内側に入れ込んじゃいます。で先ほど出したこちらシートの方で、鼠径部とか含めお腹の方からお尻の方にしっかりと拭くようにしてください。で何回か繰り返します。汚れが取れたなと思えるところまで拭いていただく、はい、そうです、はいはい、そうしましたら、本来このテープ式のおむつ自体汚れてなければ変えなくていいんですが、今回はこちらまで汚れてしまっているという体で全て変えます、うん、なのでこちらもちょっと入れ込んじゃいます。はい、そしたら、職員側に出ているテープをご利用者様のお体の下の方に入れ込んでいきます。そうしましたらお声掛けをしていただいて、ご利用者様、職員とは反対の方にお体向いていただきます。で押さえながらこのお尻の方とかもちょっとこう拭いてください。汚れている部分しっかりと中に入れながら奥にやっていきます。そして新しいおむつをこの下のところに敷いていっていただいて、ちょうど戻った時にこの真ん中にお体が来るように位置を調整してください。なら上に向いていただきます。反対側にですね、おむつがすぐ出るようになっているので取っていただいて、新しいおむつしっかりと引き出してください。はい、でこちら汚れたのは袋の中にすぐしまっちゃってください。あとはですね、尿取りパッド、こちらをこの鼠径部にしっかりと沿わせながら、陰部のところに当てていきます。でテープ式の方も同じく、ギャザーがしっかり立っていることを確認しながら鼠径部に沿わせて、よいしょ、当てていきます。そしてここでテープをしっかり留めていきます。こういった形になります、はい、今回注意点としましては、まあ、ちょっと今この模型とおむつのサイズが合ってないっていうのもあるんですけど、うん、テープ式のおむつ当てていただいた時ですね、はい、ちょっとこうお尻のところ見ていただくと、ちょっとこうなんかこうゴワゴワしていたりだとか、うん、ここがちょっとこうなんか、なんていうんですか、よれてしまってるっていうのがあると、漏れの原因にもなりますし、あとはこういう固まってるところが原因で褥瘡とかにもなってしまう原因になるので、はい、しっかりとこの伸びた状態っていうのが理想になります、うん、なるほどですね、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、はい、まあ、今回サイズの方はちょっと元々私のサイズ、はい、僕のサイズに合わせておむつを買っていただいてたんで、はい、ちょっとこの模型さんだと少し僕とだいぶ体型がスリムなみたいで、はい、使
カスカでしたが、まあ、一つ注意点としては、はい、そこのサイズのところをしっかりと事前に確認をして、はい、ご本人に合った、サイズを選んでいただくというところですね、はい、うん、それ以外ポイントを注意すべきところとかはございますか、はい、あとはですね、隙間をなくしていただくことが大事なので、うん、この先ほどもお伝えしたように鼠径部にしっかりとギャザーを沿わせていただくだったりとか、はい、尿道にあのパッドをちゃんと当てていただく、うん、っていうことを、はい、意識していただければと思います。はい、ありがとうございます、はい、ぜひちょっと皆さんも意識をして、まあ、基本ではありましたが、ぜひ改めておさらいしていただけたらと思います。ぜひ参考になってくれると嬉しいです。はい、その他ですね、いろんな解錠方法ご紹介していきたいと思いますので、リクエストあればコメント欄やケア協の LINE までぜひご相談リクエストいただけたらと思います。いいねとチャンネル登録も忘れなく。はい、お願いします。それではまた皆さん次の動画で、さようなら。さよなら。